こんにちは、オンラインケミストリー by 東牧です。今日はラムネを作りたいと思います。皆さんはラムネの瓶をご存知ですか？ラムネというのは炭酸飲料ですよね。今日はラムネの瓶の中で二酸化炭素を発生させることによって、炭酸飲料であるラムネ作りたいと思います。ただしガラスの瓶を使いますので、薬品の量を誤ってたくさん使ってしまうと最悪ガラスの瓶が破裂するという事故が起こってしまいます。ですから、まあ、良い子の皆さんは真似をしないようにしてください。悪い子の皆さんはなおさら真似をしないようにしてくださいね。さて、今日使う試薬ですが、クエン酸と炭酸水素ナトリウムということです。で、この炭酸水素ナトリウムは重曹として、スーパーなどで売られています。このクエン酸もスーパーで売られているのかな。まあ、簡単に手に入りますね。さて、このクエン酸なんですけれども、クエン酸というのは弱酸なのですが、炭酸よりも強い酸です。ですから炭酸水素塩あるいは炭酸塩に、クエン酸、これを作用させると、クエン酸より弱い酸である炭酸が遊離すると、この炭酸は、すぐに二酸化炭素と水に、分解して二酸化炭素発生ということになります。さてと、クエン酸ですけど、これは食べても大丈夫でしょうか？はい。食べられないようなね、名前ですけれども、これは大丈夫ですね。漢字で言うとね、このクエン酸というこういう難しい字なんです。シトロンというね、柑橘類、まあ、レモンの大きいようなね、そういう柑橘類がクエンと言うんですけどね。ですから、まあ、柑橘類の酸ですから食べられる酸ということになります。それでは実際に実験で作ってみたいと思いますのでご覧ください。はい。さて、そしたらね、これがラムネの瓶ですけど、これわかりますかね？ビー玉が入ってるんですよ。ね、ビー玉が入っています。さて、まず何を入れるかというと、こちらですね。っていうね、重曹とか言って売られているものですね。はい。まあ大体小さじ1杯くらいですね、炭酸水素ナトリウムですね。これを加えます。はい。はい、こんな風にね、加えました。ちょっとこう溜まってますけどね。そして次に、これね、砂糖じゃなくてね、ちょっと、僕は、あんまり、甘みが強いやつがいいのでね、少量でいいので、これはフルクトースって言ってね、果糖、果物の糖と書いて、果糖って言います。フルクトース。これとね、少量でも甘いんですよ。ね、これをこう加えましょう。味付け。でも結構たくさん入れないと、やっぱ炭酸飲料って甘みつかないもんでね。あんまり体に良くないですね。糖分の取りすぎね。それで水ですけどね、ちょっと今氷、氷水ですね。なんで冷たくしておくかというとですね、ちょっと待って、氷がちょっとね、邪魔なんでね。冷たい方が美味しいからです。簡単に言えばね。なんで美味しいかっていうと、冷たい方が二酸化炭素がよく溶けるんです。気体というのは冷たい方が水によく溶けます。はい。で、これ水を、まずね、こうやって水を入れます。で、水をですね、こんなぐらいかな。さて、最後に、クエン酸ですね。クエン酸を入れたところで一気に反応が始まりまして、二酸化炭素が発生して中が高圧になります。はい、これがね、クエン酸になりますね。はい、こちらクエン酸です。サラサラのね。さて、ここからが勝負なんですけど、なかなかこれは難しい。じゃあ、加えますよ。見えるようにして。しっかり押さえてます。今中は高圧になってます。
さてこれで今ビー玉が落ちてきませんね。これわかりますかね。これビー玉、ちょっとビー玉にちょっと合わせてもらえるかな。これビー玉がくっついてます。わかるかな。これ中の圧力が高いもんで、このラムネの瓶のビー玉が二酸化炭素に押されて上にくっついたままでビー玉落ちないんですよね、これね。はい。さてこっからがちょっと困るんですけど、これねこうよく混ぜて溶かしたりしてると中が、まあ、コカ・コーラはさよく混ぜてこう振ってからさ開けるとこぼれるでしょ。それと同じことなんですよ。なんでねこれこぼれるのでちょっと離れてもらえる離れてもらえますか。 もうちょっと離れてもらえますか。はい、じゃあいきますよ。こぼれる。あ、こういうもので持ってね、こういうものを使ってね、こうちょっと押すとビー玉が押されるんですよ。ちょっとここピント合わせてもらえますか、ね、じゃあいきますよ。こぼれるの嫌だ、嫌だけどしょうがない。はい、じゃあ近づいて、近づいて、ここ近づいてる。はいはい。で、これを、これね、こう。これはまた美味しいんですよって、まあ、君たちに飲ませて何かあったりするとさ、困るから僕が飲みますけど、あ、移して、飲むとこ移して。美味しいでしょ、これね。美味しいですよ、本当に。糖分の取りすぎになるからあんまり飲みませんけどね。はい、そんなような感じで、まあこうやってよくなんかそういうソーダ水を作る粉末みたいなね、そういうのもあるでしょう。まあ大体のクエン酸と炭酸水素ナトリウムというね、そういう組み合わせが多いですね。はい、ありがとうございました。